皆さんご機嫌いかがでしょうか。本日のマッチは鹿島対 FC 東京メトロポールアレナよりお届けしてまいります。解説は北澤さん、実況ジョン・カビラでお届けしてまいります。北澤さん、よろしくお願いいたします。こんにちは、よろしくお願いします。さあ、両チームイレブンが姿を現します。ご紹介します。ゴールキーパーボンスンテン、上田、庄司、西、三沢、小笠原、レオシウバ、遠藤、土井、そして前線に金崎、ペドロ、続いて青江川 FC 東京ゴールキーパー林、森重、丸山、室、太田、梶山、高萩、中島、長井、そして前線に大久保、前田という布陣です。さあ、ご覧のようにゲームはすでに始まっております。鹿島対 FC 東京エキシビションマッチが始まりました。どういった立ち上がりになるんでしょうか。小笠原、土井、裏のスペースへ、丸山、チャンスだ、まだありますね、チャンス。さあ、左へ預けて、あ、これ落ちいですね。長いボールを送ります。さあ、つながるか。いい展開ですね。足元大事にいきます。クロスを上げる。よくカバーしましたよ。繰り返しクロス、ボールは届きません。いや、今みたいなアリークロスはね、中の状況によっては効果的ですけどもね、今はちょっと合いませんでしたよね。裏のスペースを狙う。レオシウバ、カシは早い段階からボールを支配しています。ドイ、左サイドを上がっていきます。サイドを使う。お、いい形ですよ。サイドのスペースを使う。ゴールキックです。ロングフィードで狙う。このスルーパスは通りません。前田へ、攻め上がりを待つ。最終ラインまでボールを下げる。長い、素早いパスで攻め上がっていきます。大久保、裏狙いましたね。前田へ、ボールが上がる。ディフェンダー集中力いいですよ。うまく詰められましたからね。じっくりと時間をかけましたが決めることができません。やっぱり時間をかけてしまうとディフェンダーが戻ってきてしまいますからね。縦へボールを下げてリズムを作るか。ペドロ、スルーパスを出す。長いボール縦へ、どうだ。さあ、前田、チャンス来た。抜けてくる。ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね、シュートコースがなかったんじゃないでしょうかね。ベースへ出す。流れを止めます。高萩、前半はまだシュートが打てていない鹿島。金崎、小笠原、また中央へ組み立てながら攻め上がっていく。いや、いいボールだ。
ペドロ、ここで前を向けるか。いやー、先制。さあまずは先制。美しいパスワークからのゴールでした。いや、つなぎながら見事に相手を崩しましたよね。技術的なところもそうですけども、選手同士の連動が見事でしたよね。先制ゴールを決めました。1対0。とにかく点が動きましたので、ここからさらにヒートアップしていくんじゃないでしょうかね。アーチのようなパス、奪い返します。さあシュートレンジだ。パスを受けてシュート、しかし決まりません。足元ではなくて、やはりこう少しスペースに出しているボールがね、非常に効果的ですよね。今のカウンターよくしのいだと言っていいんでしょうね。高木シュート、サイドを使います。これは素晴らしい守りでしたよね。ゴールを守るのはキーパーだけじゃないぞっていう気迫を感じましたよね。レオシウバ、エンド、ドルーズボール。鹿島としてはここに来ても無理はしないでしょうね。前半もうすぐ終わりますからね。縦へのボール、ムロ、前線へ、この長いボール、長いボール縦へ上げて、いや今のはもったいないミス。庄司、レオシウバ、長い縦へのボール、パスでつないで攻め込んでいきます。鹿島、ムロ、レフリー、ファーストハーフ終了のホイッスル。15分間のブレイクに入ります。前半終え1対0。鹿島先制してハーフを迎えました。目まぐるしく攻守が変わっていく中で、チャンスを見逃しませんでしたね、うん、はい、この後引いて守りきるという方法もありますけど、ええ、まだ1点差ですし、守備に少しでも不安があるという状態ではちょっと怖いですよね、うん、そうですね。鹿島1点先制して前半を折り返します。後半スタートです。鹿島としては気持ちとしては 0-0 のつもりでゲームに入っていった方がいいと思いますけどもね。梶山、長いボールを振ります。レオシウバ、三沢、ドイ、レオシウバ、ドイ、サイドを使う、ここはキーパー処理しました。長いサイドチェンジした形、
とパースが長すぎました。 FC 東京メンバーチェンジです。小笠原、伊沢、いい展開ですね。このパスを受けて金崎へ、裏のスペースへ、インターセプト。ここはカットします。 FC 東京としては守備の裏のスペースを相手に取らせないことが最優先みたいですよね、はい、先ほどからマークの相手にあまり近づきすぎないようなポジションを取ってますからね。なるほど、これは相手に近すぎると裏に走られた時追いつけないという認識でどうでしょう、いいんでしょうか。そうなんですよね、スピードのある選手に裏を取られると決定的なピンチになりかねないですからね、はい、ただ気をつけなければいけないのがラインが下がりすぎてしまうと中盤とディフェンスとの間にスペースができてしまうんですよね、はい、そこを使われないように中盤の選手がカバーすることが大事になってきますよね、うん、俯瞰して物を見るというこれまた特殊な能力問われますね。そうでしょうね。ヘッド、合いません。先に触ります。ペドロ、この試合ですでにアシストを記録しています。ドイ、先ほどから随分と寄せられていますが北澤さんどうご覧になりますか。まあ今日は目立ってますからね、点も取ってますしシュートも決めてますからね、相手としては抑えとかなきゃいけませんよね。大きく縦へ、固いディフェンス、前田へスルーパス、チャンス抜けたと呼んでいた。長いボール縦へ、三沢、ヘドロ、ふわっとしたボール打つか、林、大きく前線へ、チェックを受けますが動じません。ここは競り勝ちます。バーから前線へ、サイドを縦に走らせます。キーパー前へ蹴り出します、まあ、リズムを失ってますよね。ミドルサードでこれだけボールを奪われてしまうとやはり可能性なくなりますよね。レフリーの答えはイエローカード。この位置で受ける、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。前線にボールを送ります。長いボールを送ります。阿部、右サイドを上がっていきます。外側から攻めていく、どうだ、いや惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。鹿島、縦へのボール、上がっていく左サイド、小笠原、金崎、どうする、シュート、クリア。このピンチをなんとか出します。
金崎へ、裏へのスルーパス、シュート、2点目かというところ。この時間帯で2点差に広がってしまうと、リードしている方は非常に余裕を持って試合を進められますよね、はい。まあ、大立場としては精神的にもきつくなってきますよね。そうですね。金崎に渡る緩いボール、この1点リードの状況で残り時間をどう戦えばいいですか。まずはここでの失点は絶対に避けたい場面ですよね。決して無理をしないことが重要ですよね。時間を稼ぐ形でその都度相手に対応していくのがいいと思いますけどもね。鹿島選手を変えるようです。今のが決まっていればね、この後の試合の進め方が非常に楽になったと思うんですけどね。ここは決まりませんでしたね。ここはショート、マイナスクロス、まだある、ボールを追います。もう一度裏のスペースを狙う。これ1点取ってたらもう試合は決まってたようなもんなんですけどもね。どうだ、今のアリはキーパーの判断が難しいので効果的ですよね。梶山、鹿島としてはこのまま終わりたいですよね。そうですね。ここはタイムエンドホイッスルまで集中しないといけないというところですね。味方を走らせる、長いボール縦へ、ここでファウルをもらいます。鹿島イエローカードです。 FC 東京、今のでイエローカード2枚目となりました。レオシウバ、裏へ届くか、もういつ笛が吹かれてもおかしくない状況です。ボール入りましたよ。このボールに触ります。これはアリークロス、長い長い笛が吹かれました。試合終了です。1対0、鹿島勝ちました。見事僅差で競り勝ちました。前半のゴールがそのまま決勝点。さあ北澤さん、試合の総括をお願いします。鹿島としては前半のゴールによってその後の試合運びに余裕が出てきましたよね。しっかり守れてましたし、いい試合内容でしたね。はい、そうですね。さあ放送時間もなくなってまいりました。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さん、本日ありがとうございました。はい、ありがとうございました。鹿島1点を守りきりました。